こんにちは西上です。さて2019年ももう1月も始ま焉にかかっていますが、えっ、ー、と今回はクレーの2019年 SS 新しいブランドを紹介していきたいなと思います。実はクレーではえっ、ー、と4つ今回 SS で新しいブランドをご紹介できる機会を。 作ることができまして、皆様に、あの、その時期になれば、あの、どんどんご紹介していきますので。お楽しみになさってください。しかしながらですね、えっと、西上、昨のすっごい美味しい豚汁を家で作りまして。飲みすぎて、目が腫れております。そこはご愛嬌でお願いしますね。でも、服は、あの、今回いいのを着ていますよ。四つブランドをご紹介すると申し上げましたが、第一弾。 ベリテクールさんというご洋服でございます。ベリテクールさんはえっと九州でものづくりをされていらっしゃって、九州で企画とかあの行っています。で、自店舗も九州のえっと博多にありまして、あの展示会もそこで行かせていただきました。 結構昔から「ベリテさん入れないの?」っていうお客様からあのお話の中で「ベリテさん欲しいな」とかいう人もいらっしゃって何がいいかって言ったらやっぱり着やすいのとあと価格帯がちょっとお安,いお安くはないかもしれないですけど「クレは高いよ」っていうのが結構あったりとかするんですけどそういうのだけれどもベリテさんは比較的リーズナブル。 かつ上下セットアップとかで着たい時に結構セットアップでも揃えれる金額設定とかになってるのであのー、皆様この夏暑いのに着回したいっていう時選択してもう一個欲しいなっていう時にもう一個変えるっていうのはすごいいいかなって思うのでご紹介してまいりますねただ今、えー、と3型しか、あのー、今回第1弾入ってこなくって第1弾ですこのちょっと プチカラー付きのワンピースでも全部開くことができるのでコートとかでもお召しになっていただくことも可能ですで七分袖になってえっ、ー、と身幅も結構あるっていう結構嬉しいかなだけど妊婦服にもそんなに見えないと思うので是非是非ちょっとあの皆さんチャレンジしていただければと思います 生地的にはこの服入ってきたのがちょっと薄くってこれから本当夏先掛け春先がけっていう生地なんですがあの扱いやすいと思うので是非そしてこちら襟付きじゃなないいいもうちょっっと丈が長いタイプになっていますそしてこのスカートこれは巻きスカートで T シャツとかセットでこう入れて。 ギュッとなんかファーってなるのが女性らしいベリテクールさんは結構女性らしい服が多くてあの表現しやすいと思いますのでぜひ着こなし方難しいなって思わずに着ていただければと思いますこの3方が今回入ってきてる、えっと、ベリテさんベリテクールさんでございますそしてあと第3つ残ってるのが実は、えっと、エテールさんというアクセサリーのブランドです テイルさんっていう人は、えっと、初めも、えっともと2人で作成していたんですが今は1人となっちゃってでもともと身につける人と自分たちのこう何かこう根拠になる根っこっていうかおしゃれなこう表現し,しにくいけれども根っこの部分を大事にしていきたいって言ってお客様とその根っこがつながるようにっていう。 あのブランドででごございいいますすすっごい可愛いんです糸と生地と染め革とかも染めたりとかして表現していって経年変化によってアクセサリーだけれども経年変化使う人の,その表現の仕方によって全く表情が異なるアクセサリーです。でピアスカ、えー、チャってやつ。 イヤ,リング <laughs> イヤリングとあとあのこうサッシュとかあとはなんかガラスとかをつけたりとかするアイテム結構おっきいんですよガラスとかあのファーッとしてるそしてここにえー、っとブローチ なんかが入ってきますのでこれもクレー的な、あのー、セレクトでしていますので皆さんにあのクレー的なご紹介ができればなと思っていますあと第2つブランドを残っていますがこれが、えー、とタブリックさんというメーカーですこれもご存知の方多いかもしれないんですけどとインスタとかで「タブリックさん」というふうに検索をしてみるとものすごい面白いんですかあのかなりあのは、ー か,かわい,いってて思うお洋服が多くってタブリックさんは結構民族衣装から昔の中世の頃からの民族衣装を、えー、とヒントに得ていてそれを、えー、と現代の染め泥染めとか藍染めとか何かこういっぱい草木染めとかなのですっごい村があるんですけどその村がすごいやっぱり女性的な表情が、あのー、色っぽいっていうかツヤっぽいって。 意外とこの染めとかだっ,たら男って男ポップって野良仕事的な感じもあると思うんですがそれは置いといて何か女性らしくって結構モードな感じでエネルギーがあってだけどやっぱりこうナチュラルな染めとかを表現が素晴らしいと思いますので、あのー、ぜひぜひちょっと見に来,たから来てくださるとあ 思うようなお洋服だと思います。そしてそして最後重なりますがアクセサリーのブランドでロジーさんというブランドです。こちらもご紹介予定なのが2月頃の予定かしらと思うんですけれども、今度は京都のブランドです。京都の人でこうちっちゃいアクセサリーをちっちゃいアクセサリーをもっくめ細かく作っていて。 あのエテールさんとは違ってエテールさんはもうボンボンボンみたいな感じ表現なんですけどロジさんは「あらやってるのやってないの?」っていうのが分かるかな分からないかなだけどすごくこうなんか可愛いのしてるねっていう表現があるのでそこはまた全然違うブランドです だし表現の仕方も違うんですけど好きな方は結構いらっしゃったり日常使いができるあのロジさんというメーカーだと思いますこの人も価格帯は結構あの真鍮とか あの銀とか使っているので結構リーズナブルなお値段からあとはルビー天然石とかもあのいろいろあったりしますのであの自分の好きなあインスピレーションでみたいな感じでゲットしやすいと思いますこんな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 ですが「クレー2019年4大ブランド」「ベリテクールさん」「タブリックさん」「そしてエテールさん」「ロジさん」 つらつらつらっとご紹介していきましたが、また時期が来ましたらご紹介したいと思います。ではでは、西神ちょっと長かったですけれど、飽きずにこちらまで届きましたでしょうか。ではまた、失礼します。